なるみさんツイート消えてますよね。あ、僕はあの毎月一日に消えてるんですけど、過去のが。それ、あ、そうだ、いろんな人が気になってたんで、ここであら、あ、めで聞きたいんですけど。は過去の全部消えてるんですか。僕は。例えば、一月が終わるじゃないですか。はい。二月の瞬間に一月は消してるんですよ。手動で。主導で。じゃあ、過去のなるみさんの全部見ようと思っても見れない。全部。え。もう今は十二月の全部消えてる。消えてますね。十一月のも。うん。過去のすべて。そうですね。 なので1月分の8日分、9日分ぐらいは見えると思いますけど、じゃあ、ツイート数5とか、今、多分そうじゃないですか。へえ、そう、いろんな人がこれ気になってたんで、いろんな人が気になってたそ<う>そんで、何人かが気になってたんで、手動でやったのか、自動でやってるのかって言って、あ,あ,あ手動で、手動だったんで、ね、そんな大した量ないですからね、へー確かにこれで成みさんが痴漢で捕まったりしても、過去のツイート遡られることはないんですね。 なんか残すとく意味ってあるのかなと思って僕は超リアルタイムなものじゃないですかはい自分でも例えば半年前何ツイートしたかって振り返らないじゃないですかってことはいらないなと思ってなるほどね僕は全部残してますそうなのそれ残したいから残してるんですか残したいから残しますしかもツイログに入れてるんで多分すぐ拾えちゃいますそれはもう日記的なものでしてそれこそ言ってたようにリアルタイムなものなんであこの時 このツイートしてるってことはああそこ行ってたなとかはい、はい、そうやってさかなんだろうもう日記みたいなもんですねだからこそ、うん、ちょっと僕が痴漢とかしたら遡ると結構、うん、<laughs> あやっぱりなみたいな感じでなるほど僕はなんかねツイートに限っては残したくないな<ー>残したくないまではないですけど日記みたいなものはブログとして残してはい、はい、その時のふとしたものっていうのは消えていいんじゃないかなと思ってま、はい、すけどね 僕は消したいいいもののが残っっててるないいなと思って、うんうん、そうなん,だなんかなんだ振り返った時に、はい、もうあんま振り返らないですけど、うん、あこの時こんなミクシー日記とか今見ると死にたいですもん <laughs> 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 こんなこと言ってたんだなみたいなのをそういう黒歴史をちゃんと受け止めたいとそうですねそれを、うん、多分普通に見える多分先週のツイートって普通に見えると思うんですようん、うん それ、去年の普通に見えてたら、なんにも成長してないのかもしうですね。そこは実感したいなっていう気持ちはあるのなかなか残しておくんだ。今って、昔って過去のツイートなかなか見れなかったじゃないですか。今って全部見れるんですかね。なんだ、手軽に。o あの、ツイッターで。バックアップできるのはありますよね。そうですね。ウェブからなんかね。CSV で撮れませんでしたっけ ?CSV 撮れますね。でもカレンダーとかみたいな感じで、パーンと飛べるわけじゃないじゃないですか。それは違いますね。そうなるとね。 残すかもまんのかなと思いますけどねうん、うん、いやー、うん、ツイートねうん僕はあのフェイスブックツイッターとかあとそのソーシャル系結構見るんで、はい、あのフォローしてる人、うん、コロコロ変えます、うん、へんそうなんだでフェイスブックも僕めちゃくちゃ、はい、フィードひあの外してますへえ、はい、だから僕のところで、うん、あのなんだろう よくわかんない人のあんまり表示されないですフェイスブックっそうなんだフェイスブックかこの人のフィードは表示させないみたいなたはい結構それを結構表示させてないですうん、うん、あじゃあもう親しい人だけしか見えないみたいなって,いうの流れてこないみたいに、うん、僕前職であの不遇の時代を自分の中で過ごした時に、うんうん、火薬社員の人全員外してました不遇な感じしますねそれ、ね、れないようにしてました <laughs> そうなんだ 視界に現れないえ、そうなそういうコントロールできるんですねあれできますできます三つできて僕その3つをすごい使い分けてるんですけどフォローを外すフォロー外すかあの友達だけど流れてこないでまあ普通の感じお知らせでちゃんとメンションというかプッシュまで来るこの3つでこの人のはちょっと 逃したくなないってて人は通知ままでさせすそんな人いるんですか情報感度が高い人とかこの人のニュース結構面白いのを田畑さんのポストは全部読みたいみたいな田畑さんのはね田畑さんしょうもないことばっかり言ってるんでまあでもそういう人もいるそういう感じそういう感じその三つなぜなら予定スケジュールとタイムライン これは僕の持論なんですけど、うん、スケジュールとタイムラインって自分を作るんじゃないか、多分これとご飯が重なるんですけど、この3つで僕ができてる感じがするんですなるほど。だから、スケジュールすごい考えますし、うん、あのそれは先々の予定、どういうふうな予定を入れようかっていうの、結構悩んで考えるす考えますね。<ー>と、あとあの、タイムラインで何見るか、うん、あれって結構暴力的に見えちゃうじゃないですか。確かそそこちゃんとやった方がいいいもしれれなでですねそれであの、うん 死にたいわみたいな人たちのばっかりの見てたら多分死んじゃうと思うんですよだからんだろう元気ない時はあんまないんですけど元気ない時とかポジティブな人の多くしたりとかニュースたくさん見たいとか割と変えてるんですか変えてます結構コロコロ変えてますただあれフォロー外した人の一覧っていうのが見えないんで戻すのが大変ですねそうなんですよだから多分僕の中で友達になってるけど忘れてる人が結構いる感じでします でも、タイムラインをちゃんとアレンジするのって大事なと思いましたね。結構、例えばツイッターとかもフォロワー数なんて結構どうでもよくて、目にしないんじゃないですか、目にすんなフォローしてる人たちだから、そこをね、割と絞ったりとか、ある方向に編集したりするっていうのは、結構いいなと思いまし結構僕、こまめに変えます。それはどういう基準で変えたいですか まあ一番よくあるのはあのフォローとかフレンドをもうずっとフェイスブックとか僕多分3000人ぐらいですけどそれを全部見てあのあこの人は見たいなとかでツイッターもあこの人う外してもいいかとかあ結構じゃあそういう時間もたまに設けてるんですか意識的にそれ月1回とかうんそうですね月1回は絶対やってるかなもうちょっとやってる気がするじゃあ僕も月に1回ツイートを消すときにフォローしている人もちょっといろいろ 僕、一回全部消しちゃってもいいかなと思います、あのフォロー。そうなんだ。その時に見たい人でいいじゃないですか。うんうん、何人ぐらいいるんですか、今、フォローしてる人っていうのは。700人ぐらいじゃないかな。うんでも、それよりもまあフォローはの友達で外しづらいな人もっていう人もちょっといるんで、あんまり正しくないかもしれない。うんうん、リストですかね。なるほどうん。ちょっとちゃんと使ってみてし <laughs> フォロー方面。万文字 楽しみですけどね。ね楽しみですね。はい。どうなんですよね、はい。まあ決定じゃないからね。そうですね。うん。百四十文字でいいですね。はい。もし一万文字になったらまたその話をしましょうか。はい。はい。ありがとうございます。はい。